はい、こんにちは、僕です。レジェンドオブドラグーンやっていきましょう。新しい街に来たのでね、またここの探索もしていきましょうか。この辺はまだ入ってないんですよね。あ、これが温泉？これ温泉ですか？キャー。キャーって。服着たままお風呂に入るなんて非常識よ。あそこなんだ。いや、待って、脱衣所とかなかったよ、だって。そんな直で、そんな直で温泉まで行けるんですね。こっちは男湯？あれ？違うの？海流騒ぎで船が出なくてさ。だから仕方なく温泉で暇つぶししてるんだ。仕事も忘れて温泉に浸かる。ああ、幸せ。入れないんですよね。温泉に入れない。うん、ここに温泉がありましたね。でね、今宿屋に泊まれないから回復できないんだよな。で、こっちは港かな。船が来なきゃ仕入れもできねえ。船が来なきゃ売る相手もいねえ。たく商売になりゃしねえ。隣のやつみたいに露天ほっぽっとくのも嫌だけど、今で暇で仕方がないぜ。これが隣。さすがは南北の中継店。いろいろな品が売られてるな。売ってる人がいないけど。おいおい、あんた見てみろよ。あ、クイーンヒューリー号だぜ。クイーンヒューリー号、かっこよすぎだぜ。あ、船止まってますね。え、じゃあいるんじゃない？あ、いる。ティムがいる。あの嵐だもの。いくらダートさんたちが強くたって。あなたたちは。ダートさん、ロゼさん。ティム、心配かけたな。よかった。二人とも無事だったんですね。あれくらいじゃやられないよ。あ、シエナさんに会いましたか？早く行ってください。ダートさんがいなくなって一言も口を聞かないんですよ。どこにいるんだ？船にいるんだな。皆さん街に出てますよ。どこにいたんだ？どこにいたんですかね。早くシエナさんに会ってください。お仲間の皆さんなら、ああ、シエナさんを休ませるために町の宿を借りたようですよ。ああ、それで寝られるかな、じゃあ。まだ機関部の修理が続いてて、船内てんでこまいですぜ。船に入らない方がいいですぜ。町でもぶらついちゃどうです？これ全部運ぶのはさすがに大変だな。じゃあ宿屋に行きましょうか。ああ、メールがいた。痛い。どこ見て歩いてんだよ。メール。あれ？ダート、ロゼ。やっぱり生きてた。僕信じてたんだよ。シェーナには会った？ダメじゃないの。早くついてきなよ。宿屋だからね。すぐ来てよ。まあ、メルもいましたね。みんないるんだろうな。多分この二人以外はみんな揃ってるんですね。寝られるかな？あれ、宿屋のはずだよな。みんな部屋にいるの？メルのやつ、どこに行ったんだ？またか。誰だ？びっくり。何？遅いよ。お帰りなさい。待ちくたびれたぞ。お前たち死ぬわけない。みんな、シエナだけいないね。早くシエナのところに行きなさい。ロゼからも言われる。2階の奥です。二人っきりにしてあげようね。ロゼ、何か変わったの？そうですね。確かに穏やかになった印象を受けます。ともあれ、素敵なことですね。2階の奥？こっちは手前かな？一応ね、スターダストがないか確認しておきましょうね。
何もなさそうだな。何もないですね。じゃあこっち側の部屋に行きましょう。あ、すごいうなだれてる。シェーナ。ダート。ダート。心配かけたな。泣いてるのか？俺があれくらいで。こんなに嬉しいのに泣いたりなんかしないよ。だから、何も言わないで。今はこうしているだけでいい。覗き見なんて品がありませんよ。二人きりにしておくのと違うんか。ゆっくり聞こえてる。僕はいいの。恋とか愛とか学ぶんだもん。みんなは帰ってよ。バレちゃうでしょ。聞こえてる。まったく。うわぁ。お邪魔しましたー。めでたら。やっと笑ってくれたな。本当に久しぶりよ。何日ぐらい、何日ぐらい経ってるんですかね。ということがあって、ヒューノまでたどり着けたんだ。二人が助かったこともそうですが、再び7人が集えたことも、まさに幸運。ティベロアの神に感謝せねばなりませんね。月の探検を取り戻して、その神様に恩返しと行きたいな。それにはリーナスを捕まえんと。大丈夫、追いつけるのかな。ちょっと質問。なんだよ、改まって。同血じゃ二人きりだったんだよね。そしたら何か、その、怪しい雰囲気になっちゃったりしなかった？メル、色恋を学ぶのもほどほどに全開。はーい。デザート。そこでロゼと添い寝したんじゃな。走る。すまんすまん。ついな。ついじゃないよ。安心してシェーナ。ダートはずっとあなたのことを気にしてたから。それより、リーナスのことね。街で話を聞けば何かわかるんじゃなくて。そうだな。リーナスの情報なんて今までなかったよね。ああ、パーティーメンバー変えられる。このメンバーで行きましょうか。回復してないんだ。一旦休んでいきますか。ああ、一泊50G、高いな。まあ仕方ない、寝ていきますか。客寄せなんて今は意味ないけどね。おばあちゃんの好意だから素直に受けたの。おばあちゃんちょっと露骨なのよね。おばあちゃんって誰？あ、この人がおばあちゃん。こんないい天気の日にはここの宿屋に泊まりたくなるね。これ客寄せだったんだ。こんなに人たちいなかったね。あんたも俺も疑うのか。俺は本当に見たんだよ。ドラゴンが極竜島にいるのよ。極竜島にドラゴン？知らねえのかよ。海底洞窟を抜けたところだよ。そこにいるって噂の海竜にさ。俺の船もやられたんだよ。酒でも飲まねえとやってらんねえよ。でもよ、今じゃいけねえな。なんせ怪物どもがうようよ嫌がる。俺の家も怪物どもにやられたんだ。酒でも飲まねえとやってらんねえよって。半年くらい前だ、奴らが出たのはよ。俺がこうなっちまったのはよ。船も家も返しやがれってんだよ。ぐでんぐでんになってる。ぐーぐー。半年前。リーナスが盗賊団に関わった時期と同じね。よし、極竜島に行ってみよう。あそこに行くのか。でさ、極竜島にさ、まだなんか喋ってる。ドラゴンがいたんだよ。今聞いたんだよ。かわいそうで聞いてられないっす。せめて酒くらいおごってやろうぜ。あ、待って。メレの装備変えられるかな。
やっぱりモーニングスターの方が強いですね。で、輝きのドレスも着れるんだ。こんなところか。まあみんな揃っても別に温泉は変わんないよな。温泉入れないんですかね。じゃあね、黒竜島っていうところに向かっていきましょうか。こっちじゃなかった。とりあえず、敵が出てくる。このちょっとした距離でエンカウントするんだ。マーメイドな、意外と強いんだよな。気合を貯めている。どんぐらい効くかな。あ、179なって、結構強くなりましたね。OK。マッドネスヒーロー、あんまり効かないな。え、マッドネスヒーローなんか弱くない？うん、ハードコアブレード。ロゼが一番強いな、今。ダートは相対属性なのに、なんか弱いですね。なんかまた一段と弱くなった気がするんだけど。今まで使ってたのがヒートブレードで炎属性なんですよね。で、新しく買ったファルシオンは特に属性がついてないんですよ。どっちの方がいいんだろう。ヒートブレードのままの方が強いのかな、もしかして。ちょっと試してみましょうか。まあ、とりあえずね、海底洞窟に入っていきますね。多分ね、またリーナスとも戦うと思うんで、あいつがね、水属性だったよね。ヒートブレードの方が強いのかな？ん？なんだ？この音は？向こうから聞こえるわ。でもすぐいるのかな？先に何かがいるという証拠ですね。何かじゃない。カイリューの噂は本当らしいわね。メールが、これがドラゴンの声なの。あなたが怖がるのも無理ないわね。大丈夫だもん。ドラゴンなんてへっちゃらだもん。とにかく今は黒竜島に行く方法を探そう。あれ、どうやって行くんだろう。あれ、まだ行けないの。ここが渡れるようになるんじゃないの。潮が引かない理由があるはずだ。潮が引かない理由？こっちの村にも行ってみた方がいいのかな。こっちの村に情報あるかな。リリエラの村、帰ってきましたけど。何か知ってるかな。悪いな、今忙しいんだ。それ、これでどうだ。かあ、また負けちまったよ。よし、気持ちよく勝ったところで、ちょいと息抜きするか。で、あんたら何の用だ。俺たち、黒竜島に行きたいんだ。だけど、潮が満ちていて、先に進めない。他に道はないのか調べてるんだ。黒竜島だと？本気かよ。死ぬ気か？本気だが死ぬつもりはない。若いの、そこが危険ってのは知ってるようだな。だけどなんでだ？なんでそんな危険に飛び込む？危険が俺を呼んでる。危険が好きなんだ。黒竜島の怪物に用があるんだ。うん。怪物に用があるだと？マジみてえだな。そのなり、戦士だな。よし、わかった。教えてやろう。ただし、生きて帰れるかはあんたら次第だぜ。黒竜島に行く道はな、怪物騒ぎが起きてから俺が塞いだんだ。あの上から行けるんじゃない？ほんと、あんな危険な洞窟、全部塞いじゃってもいいんじゃないの？それじゃあヒューノに行けなくなっちまうだろう。だから黒竜島の道だけを塞いでるんだ。あ、塞いでるって何？渡れなくしてることを言ってるのかな？一つ質問したいのですが、どのように潮の満ち引きを制御しているのですか？私には不思議でならないのです。おう、そんなに悩むことでもないぜ。潮が満ちた時に、海と繋がる水門に栓をしたんだよ。そうすりゃ、潮が引いても、中の水位はそのまんまだ。おお、なんと、答えは極めて単純なことだったのですね。俺が難しいことなんて考えられるわけないからな。わはは。おい、からくり扉を開けてやりな。わかりました。ほら、なんかあの人関係あると思った。
それで開くんだ。ピートの家の右脇から洞穴に入りな。そこでバルブを回せば水門の栓が抜ける。そうすりゃ黒竜島に行けるぜ。ピートの家の脇。黒竜島はあの海竜が眠っていた島。つまりは奴の巣だ。気をつけていけよ。一度ヒューノに戻っちゃどうだ。カチッと装備を揃えるといいぜ。イリサマンの底に海竜が眠る。で、古い伝説があるんだよ。黒竜島って名前はイリサマンの海竜伝説から来てるのさ。ピートとお母ちゃんを連れて海底洞窟を抜けたあんたらだ。海竜なんとか倒してくれよ。俺たちあんたらにかけてみるぜ。頼むぜ、本当によ。行ってみましょうか。ピートの家から行ける?あ、あそこ岩場が繋がってますね。こっから行けるのか。中に入れる。どうやって栓をしてるんだろう。あ、宝箱があるよ。ヒールレイン。ヒールレインだって。あ、待って、アイテムが持てない。なんでそんなにアイテムたくさんあるんだ。ヒールポーション持ちすぎかな。ヒールブリーズがたくさんあるんだけど。何がいらないかな。これいらないか。これ捨てちゃおうか。ヒールフォグ?何それ。HP が全回復。一人か、一人分なんですね。ヒールポーションよりも強いな。こんなにヒールポーションいるかな。そんで、こういうところにスターダストないのかな。なさそうだな。これかな。このバルブを回せば水門が開くはずだな。回ってる?それ回ってるかな?ん、開いた。よし、これで黒竜島に行けるぞ。これで行けるのか。どうなんだろう。黒竜島ってどれぐらいの広さなんだろう。すぐいてくれればいいんだけど。あと宝箱とか落ちてるようだったら、ちょっとアイテム整理したいですね。あ、もう入れないんだ。早いな。素早いぞ、あいつ。ピートの家には誰もいませんね。じゃあね、ここ向かっていきたいんですけど、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。次回ね、黒竜島向かっていきたいんだけど、そこにリーナスもいるのかな?いや、絶対ね、また戦うことになると思うんだけど、いや、前回戦った時すんごい苦戦したんでね、まあ、うまく戦っていけたらいいかなと思ってます。すごいね、先行き不安なんですよね。まあいいや、ご視聴ありがとうございました。ではまた。